ってことがありましたね。なるほど。なんかあれだね、ローグタイプというか、その潜るたびにダンジョン形違うのってあったけど、うん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 、あれもやっぱりこう拾うアイテムとかさ、敵とかどんどん強くなっていくじゃん、階層深くなると、うん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 、あんな感じなの。あ、でもランダムダンジョンではないのか。反省杯はランダムだよ。反省杯はランダムなんだっけ、うんうん、だからちょっとそうじゃない、たまにありえない配置があって面白いけどね。そうなんだ。えっていう。そうじゃない普通の、うん、と固定ダンジョン、やめるローランの聖杯とか、うん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 、中央トゥメルの聖杯とかっていうのは、うんうん、まあ決まった配置なのかな。決まってる。誰が、うん、誰の世界でも同じ。そうか。じゃあ本編とはまず全く別の感じだね。うん、まあ、このシステムを使った、うん、ダンジョンゲーだと思った。ダンジョンゲー、まあ、RPG みたいな。まあ、もちろんだ、それがこっちの世界で行き、うわぁ。じゃあそろそろあれだね、拾う結晶石とか、そういうのはちょっとレベル上がってる？この間そのだから一目で半分にさせられるところ行って、うん、何個か拾ったけど、うん、結局そこで出るのってね、呪われたなんちゃらしあばっかりで、それ以外も出るかどうかわかんないけど、うんうん、デメリットあるんだよね。なるほどね、うん、何かマイナスとかって感じか。それ、まあ、もっと深いとこ、今のとこ今俺持ってる聖杯で、うん、5っていうのがあるから、うん、5層、うんうんうん、そこまだ行ってないけど、そう、5層に行くとさすがにもうかなり強いのか、うん、とか出てくるのかもしれないけどね。4層ではまだちょっとそのデメリットを相殺するようなものは今のとこまだ拾ってないね俺は。うん、あれだね、結晶石もそのランク、はい、ランクっていうかその聖杯の、うん、あの層と同じマークのやつがあるのね、ランク、うん、で1から俺パーッと見た感じは14とかあるし、結晶石15もある。あ、結晶石のアイテム欄で見るとその3本のなんか、ああ、そうそうね、そうね、そうね、はいはい、これもな、まあ強さのランクなんだろうか。あ、今俺持ってるのだと一番強いの17とかある。ああ、17ある。おお。ああ、ちょっと待って、こんなとこ気にしてなかったな。これなんだろうねっていうのはあるよな。17、雷光の濡れ結晶17とかあるね。なんか相対的な、まあ、強さのレベルみたいなもんなのかなと思いきや、うん、まあ数字低くてもなんかその特殊効果とかがなんかパーセンテージ高いのとかも確かあったと思うし、一概にはなんかこう比べられないのかな。そうね、ちょっと難しい、よく分かってないっすな。うん、入りやす。はいはいはい、左肘、こっち向く。うわぁ、ごめん、うっそー、クルリンメガトンパンチ、まあ、死ぬか、死にました。はい、相手の攻撃の後っていうのを徹底しないとダメだね。もう本当にあのハガパンとかジャンプのジャンプ終了後、直後の硬直とか決めた方がいい。俺も聖杯ダンジョンで、うん、なんだっけ、 あいついたじゃん、NPC で獣に化けてさ、うん、オドン協会の人を殺して一体あのクソ野郎いたじゃん、はい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 、あいつ最終的にほら獣にうんうんうん、なって結構ビリビリな感じの獣になったでしょ。やってたね、あれね、恐ろしい獣って名前で、へあれボスとして出てくるんだよ、聖杯ダンジョン。で、こ
この間そいつ出てきてすんごい強くて、うん、あのでもう何回も死んだんだけど、うん、何回も20回はいかなかったかな、うん、まあ、まあまあやられたんだけど、結局もうねパターンやっぱ見て、うん、この後だったらいけるっていうの2つぐらい見つけて、あもうそれがもうひたすら逃げしかなかったね、もうそれでやっと勝った感じ。そっか。それでもやっぱり最後1ポイント4分の1切ったぐらいから猛攻が入るから。ああ、そうだ、スイッチ入るんだ。もうスイッチ入っちゃったと、うえーつ、もう銃乱射だよね、もう。ああ。まあ俺もあれ、結局大人の事情攻撃で倒したから、うん、普通にやって勝てる気しなかったからな。あいつ強かったな。波動拳、真空波動拳みたいなの打ってくるし。隙の少ないちょっと杖にしてみる。今まで無知だったけど、まあ、さっき死んだのはそれが原因ではないんだけど見切りが誤っただけなんだけど、あ誘って歩きかい、ちょっとはい、ドーン、おーおおおお、ミリミリミリ、あはあれ、これ最速じゃないかな。しょっぱなじゃないかな。マジっすか。ちょっと盾やっぱ変えようかな。気になったって盾構えてると全然あれか、スタミナあれだよね、回復しにくいよね。まあこれシリーズ前からだと思うけど、それについて前もなんか言ったような気したんだけど、あ、そうだね、歩けないってことはないよね。今までのシリーズよりかはその極端じゃないかもっていう話を、うん、した気がする。逃げ、倒れ込み、はいよ、うわごめん、見えない見えない、なんでだ、近かったか、くそー、いい感じだったんだよな、ギャー、死んだ、おほー、死ぬよ君、死ぬよ君。それね、やっぱりね、塗るのやめた方がいいと思う。なんで？あの塗るとね、あなたその、うん、連続攻撃を仕掛けに行き死んでるパターン多いと思う、うん、その効果時間気になるじゃん、やっぱり、うん、気にしてはいないつもりだけど気になってる、ね、あ、いや絶対なってると思うよ。堅実に行こうぜ。で、あの下半身もげたら塗ろう。うんうんうん、そあれはもうね、ちょっと多分あんまり長期戦にすると我々の多分主張も持たないような気がする。うん、もう俺の今までのエンチャント人生の中で、やはりそれで死ぬってことが多々あったから、うん、それが君に当てはまるかとかわかんないけど、うん、ただの、はい。持ち上げピギャーって言うもんね。ブルン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 、すまん、もうこれ、いやもう正面から行かない方がいいと思うんだけどな。まあそうだね、あいや時間かけていいから正面やめようぜ。う絶対後ろからですか。わあ、持たれてどん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 、わあすごい、わあすごい、わあすごい、もう死んでるって、もう死んでるって後ろから、前ダメ絶対、背中、へながめ、へれへなが、はい、持ち上げチャンス、ドンドン、逃げる、はい、う逃げれない、あ無理でしょそれ、ずっとひよってたわ、うん、払いだとよたよた打たしちゃうんだよね。かなんと優勝もぜ、うん、ちょっと一回戻ります。ね、うん、ヒットポイントもう2つあげようかな、体力、おお、今
ああ、意志がないってこと？ちょっと足りないので、多分。俺も足りるかどうか全然わかんない。うん。じゃあちょっとまず戻ってみるか。おかえり、それ。わかります。34,000いるのか。1個あげるのに。俺も76なんだけど。うん。24,000ぐらいしかないから。俺ゼロなんだよね。止血使えるかな。まだ残ってると思うんで、俺は止血。俺もだいぶゲットしたと思う。ああ、そっか。聖杯ダンジョンで手に入るんだっけ。うん。ああ。さあ、これで足りるか。あ、まあ、足りないか。ああ、ギリ足りねえ。足りない？あ、そう。体力43。1個上げて。今36。うん。あ、ちなみに。はい。聖杯ダンジョンで、うん。上位者の使徒というものをゲットしまして、これ、うん、説明が面白くて。うん。あの、上位者の血の意志を宿した異物、うん、使用により、うん。宇宙悪夢的な血の意志を得るって書いてて。莫大なっていうこと？宇宙悪夢的だよ。それは典型、啓示の啓、典型にも似て、うん、典型。だが到底理解などできぬものだって感じ。ああ、もうなんかすごいんだろうね。典型ってやっぱ神のその声が聞こえる的な、うん。世界のそれ。上位者か。はい、1ポイントというか体力37まで上げました。44です。私はで今の HP が1475だけど、うん、呼ばれたら7割まで落ちるんだっけか。 75% ぐらいかな。今俺1456。うん、じゃあ俺の方がちょっと大きいのか。能力っていうか、その値的には、俺体力44だからだいぶ上なんだけど、HP はちょっとだけなんだ。俺、しかも、あれ、枯れる文字で2つ、10% と5% で合計 15% 上昇させている。ああ、そっか。彼らも影響受けるから、うん、なんとも、単純比較ではないもんね。処刑隊でございます。お、素晴らしい。うん、あ、ちなみにあの聖杯ダンジョンであの、まあ、うん、ボス倒せば2ぐらいもらえるんだけど、はい、あのあと多分あの、うん、なんちゅうあの枯れる文字もその宝箱でゲットできるって教えたじゃない。あ、はいはいはい。すでに、うん、俺が持ってる枯れる文字が入ってたと思われる宝箱は石になってるんだよね。あ、石じゃなくて、あの、知恵か。はいはいはい。なので、アイテムとしてその、あの、知恵を得ることも割と多くて。うんうんうん、うん、うん。そういう意味でも、あの、なんだ、マラソンにはなってる。なるほどね。うん、まあ、動画でも言ってたけど、何のカレル取ったかわからんっていうのもあるよね。うん、まあ、それって化粧石もそうだけどさ、うん、今何取ったんだ。もはやこんだけ多いとさっていう。そう。俺なんかの時も言ったと思うけど、あ、それ、ダークソル2の時だっけ。うん。なんかちっちゃく、ニューってついてければいいのにな、みたいな。はいはいはい、はい。今取ったやつとかね。うん、最新、ゲットしたアイテムにのみニューってつくみたいな。うん、まあ、ニューじゃなくてもいいけど、なんか知るしね、赤点でもいいからさ、うん、あったら嬉しいな、こんだけアイテムあれば。お、なんか格好変わってる君。ちょっと待ってくれや。なんかもうね、炎じゃなくてもう物理に切り替えようかなと思って。なるほど、気休めだけど。ちょっとこんな、うん、物理最強で、なるだけ、はあ、火にも強い。ああ、なるほど。セレクション。そして我々今、はい、
はい、レベル2つ上がっております。はいはい、私も上げてきました。はい、はい、ゴーなんかまとまりねえなこれいいいやちょっとダメか。もう一発食らったらあれダメだな。よろけちゃうね。まあ、縦がダメなのかな逆に。かもしんないね。どうかな。縦捨てるわ。縦捨ててやってみる。うん。確かにな。縦持つとダメージは軽減されるけど。なんかもうあれ、縦で構えてて一発食らったらもうダメだもん。うん。よし。イン。ちょっと年内ラストかもね。2016ラストバトル。持ち上げ、後ろに回って。うるぅ。俺にはすごい君燃えてるように見えるけど。あのね、今全部かわしてる俺、見切ってる。素晴らしい。素晴らしい。いやちょっとね、お腹の懐だとね、ぐるんが後ろ。当たらん感じ。後ろか？なんだ？持ち上げ。持ち上げ、はい。2回。逃げて。すぐ逃げる。オッケー。あぶね、ギリ。ギリギリ。来たー。来た。分裂来た。これは俺横に逃げるんだと思った。なるべく。ドガーン。さあ横に横に。助けて、耐えてくれラスト輸血。はい、俺これちょっとあれだな、逃げるか。俺も回復ない。オッケー、もうなるべく逃げてくれ。なんかないかな。なんか吐く。ちょっと待って、これ早く溶けて。やばい、溶岩やばい。こっち来んな。俺もミリ。ミリか。逃げてくれ。おっつ。よし。横にぺちゃーん、ぺちゃーん、ぺちゃーん。回復して。ああ、広いわ。広いよ、お前。来るでしょ。し。スローイングナイフ。ああ、追い詰められてるよ、君。スローイングナイフ。逃げる。スローイングナイフ。逃げる。スローイングナイフ。もうない。バンバン撃っちゃうか。行くよ。吐く。横に逃げればね、逃げられるんだけど。毒メス。はい、ちょっと塗る。毒メス。あーゴロゴロ打ってる。気をつけて。やべ無理。もうちょいだ。つえ、こいつは。そっか。はー俺もう輸血ないもん。そうだよな。でも後半第2形態だいぶ見切ってたよ。ん？後半さ、第2形態の、うんうんうん、さらにその後半戦
あの飛び込みとかくるりん倒れ込みとかあるやつだよね、うんうん、これだいぶ見切ってたけど、うん、また1週間後あれ覚えてるかとか自信だそうだよね。まあとりあえず2016年は、はい、惨敗ということでなかなかね、ああ手応えあるわじゃあまた来年一つよろしくお願いします、はい、よろしく。お疲れ様でした。